結構ちっちゃい頃から親と一緒にロボットアニメを見せられて、ロボコンで優勝するためだったら何でもやる。人間の真似とか動物の真似はせっかく機械の体なんだしする必要ないかなと思ってて。東京大学ロボテック部長の鈴木天馬です。ロボテックは2つの NHK ロボコンと ABU ロボコンに出場して、そのどちらでも優勝することを目標として活動しているサークルです。いろんな大学が参加してて、ロボテックはロボコンで優勝することをモチベーションにして参加してます。なので初めにルールが発表された段階とかでもいろいろ議論して、全てのあり得る機構を書いて、その中でどれが一番得点稼げるかとかコンセプトを決めて、そのコンセプトを満たすようなロボットを作ることを全力を注いでいますね。そこですね。そうですね、あそこが僕らが普段マシンの加工とかをしている場所です。工学部ものづくり実験工房って名前なんですけど、ちょうど今中で去年のマシンの解体をしてますね。なるほど、見えますね、あれですね。今回のロボコンのテーマは、ロボラグビーですね。ロボットが、2台いて、で片方のロボットは片方のロボットに、ボールをパスして、でそれを受け取ったロボットがトライスポットっていう、木枠の中にボールをトライするっていうのを、何回か繰り返して、その合計得点が高い方が勝つというルールでした。1回も止まらずにパスができるっていうところ他には結構こだわってて、なんかこいつら全部試作したやつで、順番的にはこれとこれが一番最初で、こいつらが全然投げられなくてうまく、ボールを取るところと投げるところは別に作った方がいろいろ機構的には楽なんですよ。なんでかっていうと、ボールを取る機構をちゃんとやろうとするとガッと掴むのが楽なんですけど、一方でボールを投げる機構をちゃんとやろうとするとこうゆるっと掴んだ方が楽で、その2つをどっちも満たすものを作るのは結構難しいので、分けちゃう方が楽なんですけど、そこでタイムを縮めることが大事だと感じたので、難しいけど投げれて取れるハンドを作ろうっていうのは結構主張しましたね。でなんかいろいろこういうのとかも作ったんですけど、最終的にこれが採用されて、で他のやつはだいたい1段しかないんですけど、これで3段になって、ラクロスの籠みたいになってるんで、ボールの質はあんま崩れないっていう意図があります。伊藤義康ってやつがいて、そいつはいろんな機構をこう実現するアイデアを持っていて、あれは最終的なハンドの設計と、あとこのキック機構の設計をした人ですね。なるほど。あのハンドも多分彼がなかったら絶対作れなかったんで、いろんなハンドを作ってたんですけど全部うまくいかなくて、でもうどうしようもないっつって、こうちょっと助け方だけど彼になんかその作るのお願いしようってことになって、お願いしたらこう一発で結構動くものができて、すごいなって思いました。あいつはただそのなんか早く来ないし、なんかこうロボテックに来るのは秋葉によるついでみたいなことを言ってて、11時に来てって言うと15時ぐらいに来るし、こうアニメショップに入っていろいろ漁った上でこう最後ついでにロボテックに来て活動するみたいな。なるほどなるほど。もう何人かいるんですけど、尖ったやつで言うと今年のトライロボット、ハヤテって名前のロボットを作ったのは基本的に鳥山ってやつで、そいつはなんか仕事がむちゃくちゃ早いんですよ。ひたすらこう設計が早くて、フレームとかもこの足回り機構もこのトライ機構とか全ほとんどダンパもほとんど鳥山くんが作ったんです。なんか四角いものが好きなんですよ。そう、直角が直角が好き。パリメーターがなんかカバンの中で潰れると四角くないから、なんか 3D プリンターでこう四角いケースを作って。ほんまに出てた。逆になんか皆さんから鈴木くんの紹介してもらいたいなってちょっと思って。みんな相談したがるんですよ。多分設計に困ってても、なんかこれどうしようみたいな時とかも、あと後輩がどうしようみたいな時も、彼には相談するっていうんで。だから多分その部長とかリーダーとかやるのは合ってるんじゃないかなとはずっと思ってますね。ロボットが好きだし、最初からロボテック一のロボットが好きであろう。ちっちゃい頃から親と一緒に毎日ロボットアニメを1本ずつ見て、で、その中でも結構バトレーバーが好きで、
世界観がこう地続きなんですよね、今の時代と。現実のリアルの中にこうぬるっとロボットがいて、でこう重機の代わりに働いてて、すごいかっこいい動きをしてくれるっていう、まあ、なんかこう分かりやすい未来像をこう僕にくれた感じですね。例えば僕ん家結構海近くて、演習の題材何にしようかなと思ってブラブラ散歩してるところを、なんか波を見て波作れたらすごい面白いんじゃないかと思って、実際調べてみたらこう世の中には造波装置っていう結構でかい25メートル直径ぐらいのプールの中で似たような装置が動いているのがあって、これを家でできたらいいなと思って家庭用造波装置を作りました。人型もいいんですけど、人間の真似とか動物の真似は、まあ、せっかく機械の体なんだしする必要はないかなと思っていて、生き物、一般的なこう植物動物とかにはできないような、まあ、働きをするロボットっていうのが作れたらいいのかなと思いますね。こう生活の中にも溶け込んでて、もうロボット抜きにはこう社会が回らないレベルで、もし街歩いててもよくロボットにあって、もうなんか車と同じぐらいの立ち位置までいけたらいいんじゃないかなというか、僕は楽しいですね、それだと。